シが頭文字の人、ハートありがとうございます。わかんない、なんとかスーパームーンみたいなやつなの、わかんないやそんなにわかんない。昨日は月綺麗だった気がしたけど、寒いから窓の方に寄りたくない満月か、満月ならいいや別にそっか、なんとかムーンらしいよ。今日は満月でミニマムーンって、何ミニマムーンって何、どういうことどういうこと、ミニマリストみたいな感じねえわかんないついていけない。ミニマムーン広島ぶち寒いよ、だってミニマムーンどういうことどういうことどういうこと、月が地球から一番遠いお月様、どういうこと、月と地球の位置って変わるの、嘘ねえよくわかんないや。まあ頭文字の人、ハートありがとうございます。月が遠い、そんな目視してさ、目視してあの月を見て、あ遠いなってわかる、わかるんだったら見るけど、わかんないんだったら窓の付近に寄りたくない、寒い。サイン会申し込んだ、ありがとうございます、嬉しい。わかるんだったら見るけど、私はちょっといいかな、ちょっと月より暖かさにベクトルがこう向いてます今は、はい、だから私の代わりにみんなが見といてくれたら嬉しいなって思います私はちょっと寒いから窓の方にあんま寄りたくないので、はい、なのでぜひあれしてください、みんなが見れるなら私の代わりに見といてください。どういう状況がミニ バルーン、わかんない、月よ、そんなおしゃれな言い方したらダメ、月ね、月、はい、月が何ですか、はいはいもうおしゃれな言い方やめましょう、月っす月だよ、ただの月だよ。スーパームーンに比べて、もうスーパームーンとかもなんとかムーンとかストロベリームーンとかもやめよう、もう本当に月だって、もうやめよう本当に、月ね、はいはいはい、遠い月、はいそうです、遠い遠く見える月でも同じ月は月ということで、いつもと変わらない幸せな日常ということでね、大丈夫です。まあ私が見なくても月は元気にやっておりますんで大丈夫と思います。小さかろうが大きかろうが、まあ見えるのがね、大きく見えるか小さく見えるかだけで、月がね別に縮んだり伸びたりしてるわけじゃないから、まあいいや、まあまああんまりいいです私は、はい、目視してすごいわかるぐらいの感じなら見たいかもしれないけど、わかんないからいいです、大丈夫、みんなが代わりに見てなんか写真かなんか送ってください撮れたら私はもうちょっとあの月よりも暖かさを撮りたいので、なるべくあんま窓に寄りたくないです
みが頭文字の人、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆様、ついにオンラインの手形会とサイン会のね、締め切りが残すところあと1時間、2時間40分ぐらいだと思うんですけれども、はい、2時間40分ぐらいだと思うんですけれども、後に回してた人はぜひ忘れないようにしてください。なんか語が頭文字の人、かわいい、ありがとうございます。あと1時間40分か。そうですね、そう、なんか結構ね、こう自分でもファンの人が忘れないようにツイッターとかインスタグラムとかショールームとか使えるツールはなるべく使って自分でも発信頑張ってるんですけど、それでもなんか締め切り終わった後に忘れてたっていうなんかコメントとかがショールームでも来たりするから、めっちゃ寂しくて、それがなんであんなに言ったのにその時にやってくれなかったんだって。私はちょっと本当に早めの行動っていうのを心がけてるので、皆さんもぜひ忘れないうちにやっておいてくださったら嬉しいなと思います。はい、なのでぜひね、よろしくお願いします。もう忘れてました、残念っていう言うのがもう一番悲しいから、そうそう、本当に本当にそうですのでね、ぜひぜひ覚えてるうちによろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。申し込んだ方々、皆様感謝いたします。嬉しいです。ちょっと本当に今年頑張っていきたいと思うので、幸先良いスタートダッシュが切れるように、まあこれからきっとね、いろんなイベントとかもあると思うんですけど、今年初めてのねイベントがサイン会と、手形会になるので、いいスタートダッシュが切れたらいいなっていう風にすごい自分の中でも思ってるので、幸先いいスタートが切れたらいいなって、自分も頑張るので、そう、欲しいなって思ってくださった方は忘れずによろしくお願いします。いが頭文字の人、ハートありがとうございます。サイン会申し込んで嬉しい、ありがとうございます。ぜひぜひ手形ちゃんもね、よろしくお願いします。サインはファンサなら、手形は命なんで、はい、と思ってやってるので、私はサインはなんかこうファンサービス、なんかこうコメント書いたりなんだろう、メッセージ書いたり、手形はもう命吹き込む、私の命なのでどうかしら文字の人、だるまありがとうございます。しがかしら文字の人、サイリウムありがとう。まあかしら文字の人、ハートありがとうございます。てつがかしら文字の人、お花ありがとうございます。まあそんな感じでよろしくお願いいたします。はい、ということでそろそろ終わりにしようかなと思います。ありがとうございます、毎日毎日、はいありがとうございます。ということでそろそろ終わりにしようと思います。皆様、今日2回付き合ってくれてありがとうございました。見れる人は月を見てみてください。どうやら綺麗らしいので、私は部屋の中でぬくぬくしておきます。たあかしら文字の人、ハートありがとうございます。それではおやすみなさい、バイバイ。